はい、こんにちは。日本改革と奥津澤です。武田様、ご支援ありがとうございました。ありがとう、頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。今日から始まった統一地方選、日本改革党から10名立候補いたしました。立候補できました。書類の不備とかなんとかで、ダメになっちゃうこともなく、ちゃんと立候補できました。浦安市、大田区、北区、江東区、越谷市、世田谷区、豊島区、富士見野市、水戸市、南足柄市です。投票して。直球。こちらにお住まいの方、投票して。直球。お知り合いいらしたら、お声掛けください。よろしくお願いいたします。今日も何箇所か回ってまいりました。ちょっと疲れ気味ではあります。総理爆殺未遂犯。木村隆二が投げつけた爆弾で70歳漁師男性が背中に怪我してました。はい、これで威力業務妨害容疑から傷害容疑からの殺人未遂容疑に格上げ、なかもしれないですね。家に帰ってみたら背中から血出とったわ。大した痛みはないが子供に当たってたらどうすんだよ。憤りを感じると70歳男性、さすが漁師さん強えな。一般反応です。これで量刑が重くなるな。傷害、殺人未遂、さすがに爆弾爆発させてたら怪我人出たら殺人未遂になるんじゃない。爆弾は作っただけでも結構な懲役だぞ。確か10年とかだったな。懲役2桁は確実。子供つうか大人に当たってもダメだろ。完全に無差別テロ。実家が金持ちそうだから民事やっちゃえ。まあ民事で、あれですか、示談金っていうか、まあ医療費ぐらいはもらいたいとこですね。で、実家はですね、このおじいさん、70歳男性に、の言うなりにお金払ってですね、これこの通り、弁済も済んでおりますので、何とぞ、穏便な判決を見て一筆書いてもらってということをやりますね。試験ですけど、昨日の時点では威力業務妨害容疑で逮捕って、あちこちで報道されてまして、いや殺人未遂だろ、テロだろ、立派なって批判ありました。やっぱメディアはですね、木村側なんすかね、テロリスト側なんすかね、メディアの中の連中は内心では木村応援しとらんか、山上とかさ。木村隆二を取り押さえ2発目の爆弾着火を阻止した漁師のおっさんインタビュー、ヒーローっすね。顔見知りばっかの漁港に見慣れない男がおるなと思ってた。手に持った何かに火をつけて投げつけたので飛びかかった。 SP は初め私を押さえつけてた。おっさんを犯人と思って。SP ね。おっさんね、勘違いした SP に撃たれなくてよかったです。SP は、拳銃所持しておりますんでね。さすがやな。一般犯のおっさん言うのを表彰されるべき。注意力も素晴らしい。地元民の強み。犯人が漁師っぽい服装なら危なかった。漁師あっぱれ。確かに田舎の漁港によそ者いたら目立つね。いわき市には旅人町っていうとこありまして、4000人程度人口なんですけれども、とあるおばちゃんがですね、顔見れば全員わかる、豪語してました。そうなの、4000人だよ、思ったんですけれども、まあよそ者は田舎に来ると目立ちます。さらに木村隆二、爆弾の他にナイフも所持していた。大きさは報道になしと。これね、木村をかばいたいでしょう、メディア。結構でかかったんじゃないかなと思いますけれども、刃渡り30センチとかいう、そのナイフっていうより、巨大な、でげえやつ、だとしたら、なんかね、矮小化するために、刃渡り何センチって、鏡があったのかなーって、邪推しております。一般判断、バカに刃物、テロパヨ、マジやべえ、殺意満々じゃねえか。漁港じゃなくて、普通の街灯とかなら危なかった。
テロ対策を本気でしないといけないな、自民党関係者、屋内でしかできなくなってしまうとか、言ってたみたいなんですけれども、かつてのね、社会党党首が屋内で視察されてるので、屋内でも万全じゃないわね。毎日新聞記者が、写した写真がピリツァー賞を取ってました。この社会党党首視察事件。絶対はないで防げない、ちょびひげ、テロは同規模のテロで対抗しないと必ず成功されてしまう、言っております。まあ仕返ししろってことね。しゃあないから、死ぬ覚悟ができた人だけ議員をやりなさいって感じですかね。男子の本懐なんつってね。これね、メディアがね、こういうね、事件を起こすやつを擁護して賛美して差し入れに現金あげちゃうような人を作るとなくなんねえよ、これ。男子の本会ですから、女性議員は辛いわな。まあ、死ぬ覚悟できた人だけ立候補しろ、言ってもなーという感じですけども、まあ、メディアが悪い。山上を、神様扱いしたりするメディアがそういう態度である限り、テロリストの発生はやまないと私は思います。これもしもシーカズあたりが狙われたら、メディアはどういう態度を取るんだろうか。泉健太とかが狙われたら、メディアはどういう態度を取るんだろうか。根拠も証拠もねえのに自民党が黒幕とか言い続けんのかな、何年もな。ちょっとわかんないですけれども、参政党の田中義人、誰誰ですか。事件は支持率上げの仕込みでは、つまり自民党のやらせと投稿し、無事炎上、非難合合あ、気の毒な記事にもなっちゃってますね。一般反応、本当にツイートしててビビる。選挙優勢の自民がなんでわざわざそんなこと思うの、お前だけだよ。この人頭にアルミホイル巻いてそう思っても投稿しちゃうのがアホだな。表明しない判断できない人は政治家無理だよ。頭悪い人はツイッターやっちゃダメ。陰謀論好きの支持者に合わせてんだろ。田中さんってどんな人か知りませんが、自民党はね、総理演説を一箇所潰されている被害があるんで取りやめになっちゃったもんね。結局は漁港での演説、まあ被害者ですね。まあ不謹慎ですわ。支持率自利品の立憲だの共産が、そして今後支持率上向く要素が何にもない、お先真っ暗な立憲や共産が一か八かでやるのは分かりますけれども、支持率優勢、立憲の 7,8 倍ある支持率が、の自民がそれやるか、金持ち喧嘩せずっていう言葉もありまして、まあ何事にも絶対はないんで、絶対自民はやらないとはできませんけれども、まあまあ失敗しちゃったよね。困難女性支援法なんつうですね、男女差別な法律、男は救わねえのかよっていう法律できちまいましたが、2022年度の自殺者数は、全部で 21,881 人、21年度より1000人ばかし1000人以上増えちゃったそうです。男性 14,746 人、 67.4%、女性 7,135 人、 32.6%、男性の方が女性の倍以上を自殺しとる。あれって、支援が必要なのはむしろ男の方では。生物学的に男が弱いっていうのは、まあもう証明されておる事実でありまして、これは女性の染色体が 46X なのに対し、男は 45X プラス Y 一本ね。で Y っていうのの正体が X から足一本もぎったやつって、分かってますんで、生物学的に生物として男の方が脆弱、か弱いっ
ていうのはもうあの分かってることなんですけど、え、あれーこんなに男の方が2倍も自殺してんの、むしろ男性の方に困難男性支援法が必要なんじゃないのって私ちょっと思ったんですけれども、まああの異論は認めます。というわけで日本改革党立候補者に投票してください。直球よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。